ピオシティは神奈川県横浜市中区桜木町にある複合施設で横浜市営地下鉄桜木町駅の駅ビル。正式名称は桜木町ゴールデンセンター。現在のピオシティ国道16号と桜川新道に挟まれた地上10階、地下3階の建物。野毛の入り口ということもあり、根岸線を挟んだ港未来地区とは異なった趣向がある。 一日あたりの来館者は約7000人。地下2階は飲食店街で低価格で楽しめる居酒屋や喫茶店などがのを連ねており、横浜市営地下鉄の桜木町駅とも直結している。地下1階から地上3階まではショッピング街。地下1階には食料品店や雑貨、100円ショップなどがあり、野下地下道ともつながっている。1階は国道16号に面し、 婦人福店や雑貨、セブンイレブンが入居。2階は、スポーツ用品店、横浜桜木郵便局方面とを結ぶ、歩道橋とも連絡している。3階には、骨董品店、書道用品店、ギャラリーなどが入居している。4.5階は、調剤薬局、医療専門学校などがある。6階はオフィス。7階には、 会員制場外カチウマ投票券発売所のジョイホース横浜8.90階には会員制の競輪場外車券売り場及びオートレース場外車券売り場であるサテライト横浜、オートレース横浜が入居。ジョイホース及びサテライトへの出入りはそれぞれの専用エレベーターから行う。屋上には横浜発祥のコーヒー会社キーコーヒー、それ以前には 東芝のネオン広告が長年飾られていた。遅くとも2015年頃からは広告がなかったが、2019年頃からの島の広告が設置されている。建物完成当時の所有者は、株式会社ゴールデンセンターと6名の所有者による共有、1981年より三菱地所が経営に加わったが、現在は横浜共振産業他4社の区分所有に、 映っている。ピオシティの地下フロア。案内サインは地下鉄開通当初に使用されていたサインシステム、リニアサインに類似した衣装が採用されている。ありがとうございます。